んです。これからビジブの魅力をどんどんご紹介していきますね。ビジブフューチャーコンセプトのここがすごい。まず一つ目のここがすごいは、車がパートナーになってくれる。なんとビジブはドライバーの好みややりたいことを先読みしていろいろな提案をしてくれるんです。ではちょっと見てみましょう。こんにちは。こんにちは、ビジブ。ねえ、この前みたいに案内してね。明日おすすめの紅葉のスポットを教えて。はい、うつら星高原はどうでしょう。明日は一日快晴で風も強くないので紅葉を楽しむのに最適です。付近にサイクリングコースもありますので一緒にいかがですか。サイクリング、いいね。いいですね。高原までの道は山沿いのルートと海を見ながら走れるルートがあります。どちらにしますか。海を見ながらがいいかな。承知しました。海沿いのルートも設定します。目的地まではおよそ2時間です。